真夜中のマーチは、奥田秀夫による日本の小説。ワウワウのドラマ W で、テレビドラマ化され2007年4月15日に放映後、同年10月27日に、劇場公開された。業績部長のイベント会社を経営する猫舌、祖骨者で、自己中心男の横山健二、横健は、立場の逆転した下請け業者からの取り立てに今日も、追われながら、 自ら主催する、イカ様のお見合いパーティーの客の入り具合を、影からさりげなく伺っていると、仕込みの女から、一流企業グループ経営者一族の御蔵氏の三田、総一郎、三田蔵が参加していることを知らされる。横剣は総一郎を鴨と見て、別の女を仕込んだ後で、非合法な金儲けを手広く、しのぎとする、兄貴分のヤクザの古谷哲へ、古鉄と組んで、 事務所所属のモデルが腹増されたということにして、自断金を騙し取ろうと格索し、取り分である4割を取らぬたぬきの川山用で、夢見ながら我が世の春の日々を満喫していた。ところが、総一郎が、古鉄に呼び出されてといただされると、実は総一郎が、三田グループ御蔵氏どころか同グループ内の商社での、同性の、家内工業経営者を親に持つ、 極めて平凡な社員であることが判明したために、計画は頓挫し、横剣は、古鉄から焼きを入れられた挙句に、彼ら S を肩に取り上げられ、その腹いせに、宗一郎に八つ当たりする。そんな古鉄の次の計画に、と頼まれた横剣の代わりに宗一郎は、不動産業者の勘違いによる、三田財閥の移行によって、マンションの一区画をや、安す,やすと借り受けるが、そこでは、 長半ば口の賭場が開かれていること、一晩でもかなりの金が動いていること、しかも寺線がその中にあることを察知する。計算力と分析力と記憶力が仕事に結びつけられず、周りが見えなくなるタイプのお荷物社員である三田像と仕切りたがりだが爪が甘く、ビビリの横剣の二人は奇妙な連帯感を持つようになり、寺線を横取りすることを計画する。 隠されていた寺線のありかを見つけることはできたが、横剣が7000万の金額にひよって、弱気を見せた暇に突然現れた謎の女に、催涙ガスをまかれて、金を横取りされてしまった。その後、フルテツラによって何事もなかったように飛ばは会長され、続け、不審に思った横剣ら二人は、横剣の知り合いの V シネマ特殊高ンの野島、まさやから借りた車両に乗って、 とばを見張っていた。すると、とばが閉まった後に忍び込む女を見つけて二人は後を追ったが、自分らが謎の女につけられているとは思わなかった。二人の女は、とばの客の一人である、美術賞の黒川春夫の腹違いの姉妹で、黒川知恵、黒千とその妹のナであり、寺線はこっそりと返却されていた。黒川は、フル鉄に5%の光線で、 賭博客相手に美術品投資を持ちかけ、一口一千万円一晩で数千万単位の商売をしていた。実態は集まった金を美術品には投資はせずに自らの不動産投資に費やしておいて、出資者には倉庫に不良在庫で眠っている二束三分品を当てがわせようという筋書きで十億円を集めているところであった。 その投資金すべてを横取りしようとする黒地の計画を、聞いた横剣と三田像は、それぞれの夢に思いを馳せ、4人で10億円をそっくり、奪うとすることになった。野島に作らせた、盗聴機能のついた電卓が波から黒川に渡った、ことで、ダッシュ計画はうまく運んだかに見えたが、黒川は波を懐柔しており、10億の現金の、入っている、はずのジュラルミンケース10個を、 雑誌の詰まった同型ケースとのすり替えは失敗してしまう。そこへ投資金の横取りを狙っていた賭場の客で出資者の台湾人一味が現れて雑誌の詰まったジュラルミンケースを事情を知らぬままに持ち去っていった。ありがとうございます。